どうもこんにちは、徳です。今日はこれ話したかった。 A18 プロチップ搭載の MacBook がやってくるんじゃなかろうかと。マジでつまりローエンドの価格帯の MacBook が増えるわけだ。今の iPad Pro と MacBook Air のちょうど間のモデル、今日これもうみんな気になるよね。薄型のエアとかがね、もうすぐ出るとか、特に折りたたみスマホなんかさ、もう何年前から擦ってんねんっていうこの話題を。すごい長い間擦り続けて、それでリーク情報として、まあ、金稼げちゃうぐらい、Apple 製品の情報ってめっちゃ価値があるんだけども、そのめちゃくちゃバズってるリーク情報の中の一つが、この今回の iPhone のチップだよね。ちょっと M シリーズに比べて、ちっちゃい版のチップっていうイメージなんだけども、これを入れることで、安いね、MacBook が完成するんじゃないかっていう噂、これめっちゃバズってるよね。最近すごいインフレだから、でこの安い MacBook っていう需要がどんどん高まってきているから、これに応える形でこの新製品登場する可能性高くなってんじゃないかって言われてます。なんとかインフレの中でも低価格モデルの MacBook っていうのは iPad に頑張ってもらいたいんだっていうのがプレゼンからわかるよね。キーボード買って、まあ、横向きに使ってカメラの位置もそれなりのところについたし、やってほしいことはわかるんだけども、個人的になんで使いにくいかっていうと、iPad ってフォルダベースの作業がすごく不得意なんですよね。なんかいろんな編集してると、やっぱフォルダにガチガチガチってアクセスしまくるんだよ。最近リーカーさんがこの A18 プロチップを搭載した格安 MacBook を製造準備中なんじゃないかというね、噂、これを蒸し返しているんだけども、まあ噂はいつも通りね、アップデート内に発見されたモデルですね。これが A18 プロチップ採用した MacBook じゃないかとか、もうベータ版が動作してるんじゃないかとかね、そういういろんな可能性が報じられてきました。じゃあ仮にこの A18 プロチップ採用の MacBook がやってきたとして、どんな使い方ができるのとか、どこまで頑張ってくれるのとか、ちょっとおさらいしてみましょう。さて、この A18 プロチップ、A シリーズの iPhone 向けのチップだったやつですよね。高性能コアが2機、高効率コアが4機の構成、そして6コアの GPU 採用しています。仮にこれがこのフルスペックのまま採用されるというのであれば、M4 チップに比べて CPU、GPU のコア数は少ないんですが、アーキテクチャの進化によってベンチマーク上ではね、昔の M1 チップを凌駕するシングルコア性能とマルチコア性能でもね、追いついちゃったりとかしてますから、かなり性能高いんじゃないかなと思います。そしてなんとグラフィック性能でも近いレベルまで到達できるんじゃないかみたいなこと書いてました。M1 から2、3、4、次5っていう。まあ、世代かなりね、進化してきたんで、まあ当然かなと思います。まあ世代を超えるごとにシングルコアスコア上がったりとか、GPU のパフォーマンスも上がります。コア数少なくても一つ一つのコアが強力になってますからね。まあベンチマーク上でだいたい匹敵するみたいな見方ができるんやったら、イコールだいたい同じぐらいの作業を同じ快適度でできるんじゃないかという予想ができるわけです。僕は未だに初代の M1 チップのね、 MacBook Air 持ってます、使ってます。こいつも M1 チップです。低電力モードを入れて普段使ってたりするねんけども、その時に動画編集でちょっと引っかかりがあるような感じするから、 Photoshop 使う時とか動画編集ソフト使う時だけ普通のモードにします。でも普通の性能発揮すると、まあ普通に使えるっていうことだから全然問題ないです。まあむしろ今僕 M4 チップ、最新のチップ持ってますけども、動画編集してても、ぶっちゃけそんな変わらん時の方が多いかなっていう感じで。はい。まあパフォーマンス上がってるとは思うんですけども、なんかゴリゴリゲームしたりとかじゃないとなかなか体感できなかったりとかする場合もあるので、まあもちろん僕 8K の動画とか 4K とかもね、編集してないんで、そこはね、皆さん個人差あるかなと思いますけども、まあ、つまり、未だに M1 チップのスコア出せれば結構使えるぜ。で、この低価格の MacBook がね、まあ、どんなデザイン採用するかっていうのは全然不明やねんけど、13インチディスプレイっていう噂もあって、まあ、2018年の MacBook Air のね、ボディそのまま再利用する可能性がその場合は高いよね。まあ、中のチップが新しくなって外装は同じっていう、まさに低コストパターン。だってもう長い歴史の間にさ、MacBook のデザインって結構これ以上ないぐらい無駄はないじゃん。でもチップが小さくなるんで、ボディのデザインをリフレッシュするんだったら、もうちょっと小型化できるよね。なんかこっちの方が夢あるかもしれない。そうすると、ボディも小さくなって、チップもね、簡略化されたものが来るから、相対的にあんまり熱量高くないと思うから、めっちゃいいモバイル Mac になるんじゃないかなと思います。じゃあこの縮小バージョンの A シリーズのチップが採用されることで、できないタスクって何かあるのかなって考えるときに、まあマルチタスク、複数のまあアプリを切り替えて使うぐらいだったら正直全く問題ないと思います。内容によるんだけどね。その内容っていうのがやっぱり今の M4 チップと比べてもコアの数がまず少ないよね。
スコア上で見るとマルチコアスコアがガクッと下がっちゃうところがあるから、一つの作業での書き出し速度であったりとかがかなり低下すると思う。重い作業をするときはかなり待ってくださいっていう感じです。それかめちゃくちゃ重たいような作業で、まあ、動かないものも出てきたりすることもあるけども、ほとんどのユーザーは満足できる商品になるんじゃないかなと思いますから、エントリークラスとしては全然十分だよね。結構いいんじゃないかっていう感じやから。まあでも世代違うからね、もう M1 チップも時が経つのは早くて何年前やっていう話ですよ。やっぱそうなるよね。一番ね注意したいのがスコアだけの話ではないです。まあ目に見えないところの機能削除されている部分がやっぱ A シリーズは多いっていうところやね。ここが Mac 用に作られた M シリーズと iPhone 用の A シリーズのかなりの違いになってくるのかなと思います。どういった機能制限が可能性として上がってくるのかっていうと、まずは外部ディスプレイとかだよね。これ外部ディスプレイで何枚出せるかっていうのはだいたいチップの機能性によって制限されてるんです。もともと iPhone とか iPad 想定したチップだからね、そんなに外部ディスプレイ出せない、出すことを想定しないですよね。 iPhone 16 Pro にね搭載された A18 Pro チップは 12GBps の USB3 までしか対応してなくて、サンダーボルトには非対応なんですね。で、外部ディスプレイの出力も疑問が残りますよね。 A17 Pro 搭載の iPad mini では拡張表示不可でした。あとはね、ラム容量がねかなり気になる。 iPhone 版のね A18 Pro はね 8GB、 まあもちろんね iPhone だから十分なんだけどもね。で、8GB でも、まあ一応 AI 処理するために、拡張されたんだよね。拡張されて 8GB なんだけども、Mac ってなると結構厳しいよね。自分が持ってる8GB のね、RAM の Mac は全部処分したろうかなって思ってるんですけど、今更買う必要はない。今、標準のスタンダードモデルでも、16GB からスタートになってるから、で特に AI が Apple Intelligence とか来るんで、最低 16GB は欲しい。チップ、こいつ 8GB 限界なんじゃないかなと思うんだけども、噂によるとなんかこの A18 Pro っていう名前なんだけども、なんか違うバージョンのね拡張版チップにされるんじゃないかみたいなことも噂されてるから、なんかもうそれスマホの A18 チップじゃないじゃんって思っちゃうんだけど、もしかしたらちょっと違う形でまた製造するのかもしれない。わざわざ違うチップ作ってコストかけてやるのかなっていう感じだね。まあ、そうであればよっぽどエントリークラスのなんか集客にアップル困ってる可能性はあるよね。まあ、正直今アップルインテリジェンスで頑張っていく時代になるわけですよ。今更 8GB のモデルを出すのかっていうとちょっと難しいと思います。まあ、とにかくエントリークラスといえども性能結構高そうな感じするじゃないですか。基本的な使い方をするようなほとんどのユーザーは満足できるんじゃないかなと思います。ライトユーザーって何してるのかなって思うけどね、まあ、普通にチャット GPT で遊んだりとか、ブラウジングしたりとか、まあいろんな作業ができそうですよね。あとはまあ Excel っぽいこととかプレゼンテーションっぽいものを作ったりとかも全然できるんじゃないかなと思うから、ほとんどできそうだよね。でもそもそもライトユースを想定した人にとって、まあ、Apple のエコシステム興味ないんだったら、まあ、そもそも Windows でいいんじゃねみたいな感じもするんですけど、どうですか。だって Mac と Windows どっちがいいですかってよく聞かれるんですけど、僕はもう即答で Windows って言いますもんね。Windows 迷ってるんだったら Windows 買いなさいと。でもあなたは Mac が欲しい、Mac じゃないとダメなんだっていう人に Mac をおすすめしてますっていう立ち位置だと思いますよ。 Mac はやっぱ Windows の方が安いのがありますからね。それでもやっぱり A18 Pro チップがくるっとすればかなり魅力的だよね。ライバルも結構頑張ってきててすごく性能高くなってくるんで、いつまでねこのシェアをねこの辺り独占できるのかっていうのは、スナドラシリーズとかがね盛り上がってくると難しいかもしれないんですけども、まあとにかく、MacBook のまあ持ち味であるバッテリーの持ちとかね、そこがすごくポイントになってくるんじゃないかなと思います。 Apple は iPhone だけじゃなくてね、 iPad においてもねフラグシップに比べての廉価版のポジションの製品出しますよね。iPhone SE なくなっちゃったんだけども、iPhone 16E シリーズだね。賛否両論ありますが。Apple Watch でも SE モデルがね、存在しますし、まあこれらは最新機能こそね、制限されるんだけども、普通に使う分には問題ないぐらいのね、機能性があったりとか、Apple エコシステムね、完全にもう統合されてるから、とりあえず Apple 製品の環境をね、使いたいっていう人には最適ですよね。とにかくこういう SE モデル的な、E モデル的なものっていうのは、まあ、エントリークラスとされてて、まあ、これから今まで Windows 使ってるけど、Android 使ってるけど、Apple 製品ってどうなのみたいな感じで新規参入を促すことができるから、すごい重要だよね。
やっぱりアップルエコシステムでソフトで金稼ぐ企業だから、とりあえず買ってもらわないとね、毎回iCloud ね、容量足りませんってすっごいうるさいでしょ。ああいうので金稼いでるんですよ。あとエントリークラス今出さなきゃいけない理由としては、ちょっと AI 周りが厳しいよね。訴訟されちゃったからね。なんか、アップルインテリジェンス、お前らほんま作れてないのにプレゼンしたやろみたいな感じで株主にめっちゃ切られて訴訟されてます。確かに全然来ないよね。最新の iPhone 買ってもアップルインテリジェンス機能なんかプレゼンみたいに使えないんだもん。精度も低いしね。ということで、AI でめちゃくちゃ遅れてるから、とりあえず今アップルがやりたいのは、なんか、折りたたみ iPhone とか、なんか薄いiPhone とか出して、で SE モデルみたいなの出して、とりあえず株主を落ち着かせて、ユーザーたちにも新しいハードを出してね、どんどん Apple は進化してるんですよっていうのをアピールしたい。まあ時間稼ぎだよね。ハードを新しいのどんどん出すことによって時間稼ぎをしなきゃいけないっていう状態です。だから AI が遅れてるから、この新ハードいろいろ噂あるけども来る可能性がかなり高まってると思う。正直時間稼ぎやし言い訳でもあるんですよ。いやマジで中古市場とか見てみると、 M1 チップのね、製品とか特に Mac mini とか別にバッテリー気にしなくていい、状態も汚くてもいいじゃないですか、あんなもん据え置き型だったらね、ディスプレイもないしキーボードもないし安く手に入るんだけど、やっぱりサポートいくら長いって言ってもちょっと気になるところはあるよね。もう M1 から5年ぐらい経ちましたってね。まあサポートっていうのはセキュリティサポートはめっちゃ長くできると思うねんけども、デバイスってこう、まあ、アップルマシなとこあるけれども、長年使ってると、そのスコアで見える以上に、互換性とかの問題で性能があんまり発揮できなくなったりとかもあるから、やっぱり新しい世代の方が同じスコアやったら、まあいいかなっていうところもかなりあるんですよね。そろそろまあ、数年経ってるんで、そっち今更行くかっていう意見もすごくわかります。AI 周りもね、アップルインテリジェンスも頑張って進化してきますから。まあこういった AI 周りも古いチップはサポート切られていく可能性もあるのでね。はい、どうなんでしょうか。なんかレイトレーシングとかもね、なんか、来るじゃないですか。iPhone とか。ね、NVIDIA とかもこう、最新のグラブ買った方がね、めっちゃ精度高かったりとかしますから。そういったね、サポート面、機能性の部分でも、最新の方がね、いい部分もすごくあります。同じボディデザインだけども、まあ、A チップシリーズ、ちょっとちっちゃいシリーズやけども、最新世代のチップが入ることによって、サポートも長くなって、新しい機能性にも対応しているものっていうのが発売されるとかなり需要あるんじゃないかなと思います。それでも一番気になるのは、やっぱりメモリーだよね。メモリー 16GB を、やっぱり最低にしないといけないので、多分そのままの今の 8GB での A18 プロチップでは来ないと思うし、もしそれで来たとしたら正直買う必要ないと思います。本当はね、 iPad がエントリーモデルの MacBook みたいな感じで多分ユーザーには使ってほしかったと思うんだけども、全然うまくいかないし、使いにくいのは iPad が悪いんじゃなくて iPadOS が良すぎるんだよね。めちゃくちゃ使いやすいタブレットの OS という風にもう完全独立してしまってるから、 iPad以外の使い方では使いにくくなったりします。そういえばさ、今度iPhone の折りたたみのやつ来るんだけども、あれって iPadOS になるんですか？開いた時やっぱり iPad の方がね、使いやすいですけども、どうなんだろう。 iPad のスマホが折りたためるみたいな感覚なのかな、じゃあ iPad フォールド、まあ、どっちにせよこういう独立してる OS だからこそ使いやすさがすごくあるっていうのが Apple のいいところだなと思いました。全然円高に戻るとか言われてたけど戻らへんから、もう諦めて、とりあえず今回噂されている新しいエントリークラスのこのチップのね、 A シリーズチップのモデル来るんじゃないかっていうことで、まあかなり期待してもいいんじゃないかなと思いますし、面白そうですよね。でも、数年経って、なんか M1 チップ匹敵するぐらいの性能があるっていうのは嬉しい反面、なんか数年経っても値段変わらないじゃないですか。で、当時10万ちょっとで買えたものが同じ価格できたとしたら、数年経ったら本来今までやったらね、同じ金額出したらどんどん高いやつ、高い性能のやつ手に入ったのに、なんか数年間経ってるのに同じ金額出して、なんか同じ、ほぼ同じ性能のものしか手に入らないのって考えると、なんかちょっと寂しい気するよね。アップル頑張れ。